今回のグリーンアロマさんは、うん、あの香りに特化した商品で、いや、パフュームっていう名前でやってきてよかったなって、ね、その気づいた時びっくりしたよね、うん、それで私たちにっていう、うん、いやもう15年やってきて初めてこの名前でよかったなっていうふうに、思っております。のっちです。かしゆかです。あーちゃんです。3人合わせてパフュームです。よろしくお願いします。やっぱセットなので、そうですよね、セットっていう中であのやらせてもらってた感じがあったんですが、でも完成見たら本当に森の中にいるようで、もう本当森の妖精になったようなそんな仕上がりになっていて、26で妖精大丈夫ですか？この間26になっちゃってびっくりしていて、本当にこれはもう責任を持たないけんわと思って、撮影の時もね、実際に足元は本当の草とか花がね、うん、あって、うん、あった、いちごとかもあったりね、あったね、いちご生えとったね、そう。ほんで植木屋さんがおってな、うん、ほんで植木屋さんがなんかちょっとしぼんできたらすぐ生き返らせるよ ね、うん、ね、そうシュッシュッシュッって水してくれたりとか、うん、土もふかふかにしてね、うん、ほんじゃけんこん中入るのほんと大変だったんですよ。本当に商品のイメージに合わせてリラックスという歌詞が入っていたり、柔らかい音を使っていたり、音楽も今までに Perfume がやってきた最近のの中ではすごくナチュラルな雰囲気が出てると思います、うん、この曲が次の私たちの、あの2015年第1弾目のシングルの、はい、両 A 面の1曲目なので、多くの方に楽曲も共に一緒に愛してほしいです。実際のお花を写真を撮って、うん、その後グラフィックに起こして、うん、私たちをイメージしたデザインでお花が三角になってたりとか、何気なくデザインがいろいろ入っていて、うん、ですね、うん、あとこのツタも全部刺繍なんですね、うん、これで、そう、スタイリストさんがデザインしてくれたんですけど、ね、これもなんか地方の方に刺繍の超すげえ人にあのなんかオーダーしてくれて、そう、これも全部手作りでこの CM さん用に作っていただいたものです、ね、うん、めっちゃ気に入るよね、可愛いよね、うん、今回のグリーンアロマさんは、うん、あの香りに特化した商品で、いや、パフュームっていう名前でやってきてよかったなって、ね、その気づいた時びっくりしたよね、うんうん、それで私たちにっていう、うん、いやもう15年やってきて初めてこの名前でよかったなっていうふうに思っております。